どうもこんにちは、ナッチでございます。3月の19日です。もうダークカラーが実装されて約1週間近く経ってしまいましたが、今回はラストゼータさんを使ってみたいと思います。このゼータっていうキャラクターはですね、進化前はちょっと難しすぎたんですよね。7コンボ以上でダメージを軽減 3.5倍、水を6個以上つなげて消すと軽減4倍っていう、まあ、ダブル軽減持ちではあったんですが、7コンボしながら水を6個以上つなげるとかなんなんみたいな感じの性能だったんで、あんまり使われてなかったんですよね。てかむしろ引けた方はこのパリスのカードにして異形とかの暗闇耐性として使っていた方が多かったかと思います。まあ、2コンボ加算も普通に優秀ですしね。だが今回ダークカラーになりまして、まあ、いわゆる自称型のキャラクターになりました。でまず強いのが L 字を持っています。これによってロックの目覚めとか怖くないですし、無効貫通もつけれちゃいます。でスキルは自称ですね。しかも200倍のブレスってことで、これもなかなかバカにできません。で水闇回復を6個ずつ生成っていう、これも珍しいスキルとなっております。リーダースキルは水属性の HP が2倍、80倍以下で4倍、水闇同時で軽減 3.5 倍と、ついに HP2 倍で軽減しちゃいます。一応まあ 50% 以下を保ちたいキャラクターではあるんですけど、それでもね HP2 倍で軽減っていうのは非常に強力だと思いますので使ってみましょう。パーティーはこんな感じです。なんか異形の周回がすごい強いらしいんですけど、まあ、僕は裏闘技場ですかね。やっぱり異形はおそらく編成が出てるかと思いますので、わざわざまあ介護官を出す気も起きないし、まあまあまあ試運転的な感じでやってみようやってことでいきます。なるべくゼータがたくさんいた方がいいのかな。イズイズの枠もゼータで全然いいと思いますし、なんならメルにあの傘とかつけてしまえば、もうゼータ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 メルゼータとかでいいと思います。ただそんなにゼータいなかった。頑張りましょう。体力は17万です。走破時間は8秒です。頑張ります。まあ一旦はねダメージ受けてないんで、そんなに火力出ないと思うんですよね。ただこれで軽減できますから、軽減しながらダメージを受けていくという感じでいきましょう。ただそんな攻撃ではね80倍以下にならんわけですよ。もうちょっと真剣にダメージを与えてください。ワンコロワンコロ忍者。いやゼータポンポン使っていきたいんですけど、使っていいもんなのかな。なんならもうこれさ、戦者からダメージ受ける作戦でいこうよ。弾いていく。なるほど。まあじゃあここはあえて軽減せずにダメージ受けていきたいと思います。それによってバー率を出していく。こいつはどうせお邪魔を消しても殴ってくるんだよね。なんとまだ切りません。じゃあもう一回殴ってもらいます。硬すぎだろこいつ。硬いてか HP 多すぎだろ。まだまだダメ。なんちゅうキャラクターだこいつ。もう自称スキル必須みたいな感じですね。よしよしよし、水も作ってもらいました。これでやっとねあの本領発揮なんですが、これでも 50% 以下ではないので、その覚醒の強さは最大限には活かせてない状態っていう恐ろしいキャラクターです。ただ一応倍率は発動しましたので、まあ倒せますと。強っ何これ強っ。凄まじいな。なんなら回復したくねえもんな。この体力でも一応五右衛門は受けれますしね。これぐらいの体力キープしてやっていきたいけど、 50% 以下の火力も見てみたさはあります。まあ倒すよね。倒していくよね。全回復してしまいました。バーチの目覚めがねちょっとめんどくさいね。今回に関しては回復消しちゃおう。で弾で倍率が出ていく。一旦じゃあここは倒します。で次は回復さえ降ってこなければ、降ってこないか闇も降ってこない。なるほど、ゼータ使ってもいいな。さまさま1枚は使っていいと思ってるんですよね。まあでも使わなきゃ負けるみたいな場面でもないし、待ちますか。
なんなら50杯以下にしてください。なってません。50杯以下になかなかならんじゃんこいつ。それがまあ強いってのあるんでしょうけどね。どうせ50杯以下じゃなくてもこいつ倒すんだろ。耐えたギリ耐えた。これちょっとめんどくさそうだな。闇だけで倒すとかそんなことはちょっと難しいかな。まあちょうど欠損もしたんでゼータ使ってみようかなと思う。あーこいつどうせお邪魔作ってくるわ。ハジくんかい。ハジくんかいならサマソー片方使っちゃいましょう。これでお邪魔消せる。でさらに考えがあります。 L 字がねそういやあったんで L 字も入れて今回は消していこうかなと。ロックをね、で体力 60% ぐらいに見えるんですけど、これでも9万ありますので全然これも耐えていくと。個人的にあんまりこの体力バリ付け使いたくないというか管理が難しいと思ってるんですよ。あの闇メタとか僕あんま好きじゃない理由もそれでして、ただねそれに見合ったね強さがあるよねこいつらね。最近のだがこれはちょっと吸収がめんどくさいんじゃないか。考えていく。素晴らしい。その素晴らしい時とさ、たまになんかさ調整というかね、そのわざわざ吸収されに行く時の違いは何なんだ。毎回そうしてくれよ。もう全然ここも痛くないもんね。半端ねえマジで半端ねえ。もうなんなら追い打ち組んじゃうもんね。もうさっさと倒しちゃうもんね。ここ一応上入れときたいね。闇消えてねえよ。降ってきたよ。落ち込む先輩まで協力してくれてます。でここの割合地味にうまい。で相手はね貴族生ですから、ちょっとこれ貫通無謀なんじゃないのって思うんですけど、どうせ貫通するんやろうな。いずいずにやってほしかったけど、これは三々でいきましょう。なんだかんだいけるはず。いけますよね。でまあ吸収無効も溜まっておりますし、今回はねなんとねあのイザナミ対策としてハオルムもつけてきましたので、最近ね全然対策してなくてたまに出てきてめんどくさくなっていたイザナミさんを対策しつつも水闇回復っていう素晴らしい陣が使えますので、ウルムスマッシャー万歳ですわ。モンハンコラボも来週から復活ということで、持ってない方もぜひねゲットしてみてくださいと。まあまだウルムスマッシャーの強さを見せたわけではないんですが、きっと活躍してくれます。出なくても強いっていうのがねいいですよね。トトさんを倒していく。13回ゴエモンかい。ゴエモン全く痛くないもん。むしろ体力減らしてくれてありがとうですからね。ただここは追い打ち分がないんで、一回キセルをやらせておきましょう。追い打ち分待ちます。よし、オッケーです。スキル全く使ってないからねここまで。素晴らしい安定感で、ウェルドールさんはどうかな。ドラキュラとかあんま積んでないんで、一応ダメージ受けておきたい感はあるよね。なんか不安だよね。いや、いけるか。いけるかってか、やるか。倒すか。倒せんってことはないやろ。お願いします。ちょっと不安ですが大丈夫ですね。誰がキラーを刺した。この申し訳程度の体力キラーかな。よしよし、ラクシュミーちゃん、まあ、ラクシュミーちゃんちょっと怖いっちゃ怖いかもしれん。唯一
自分のミスで負ける可能性があるんでね、それが一番怖いかもしれませんね。何回やってもここヒヤヒヤすんだよな。いい加減慣れたいよな。延長があったらね、暗闇とかそんな怖くないんですけど、延長がないと本当に怖い。 OK です。誰でも来やがれ。ただ覚醒無効解除がないことに今気づきました。わら、リーチェはあと8ターンなんでたまりませんね。なのでここはおとなしくサマソを打って突破していきたいと思います。おっと、びっくりしたよ。そんなに減るとは思わんよね。思わんよね。びっくりするよね、それはね。軽く軽減していこう。がっつりコンボ組んじゃうとがっつり減ってしまうようなんで。アップな、アップな、もうサマソしとくわ。今死んだと思った。普通に発狂してくるかと思った。なんかもうね、ちょっと軽減しようかなと思ったらもうゴリゴリ削っちゃうんで、この辺でもう倒しに行っちゃってもいいんじゃないのかなっていう、それぐらいの火力は全然出ますので。ほら、落ち込むもなんかそういうことするしさ。バイバイ。17回です。シェルスケールです。サマソ使っちゃったって。サマソ使っちゃったが、しかしハイドロスネークをここで使っていき、威嚇も入るし、あ、でもそうか、ハイドロスネークは闇がないのか。そうかそうか、ただの威嚇ですね、じゃあこれじゃあ。ですよね。まあ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 、どうせ意味がなかったんならここで使っといてもまあ損はなかったでしょうってことで、ここでじゃあちょっとあれを待ちます。闇を待ちます。闇が降ってきた。色はある、色があるなら倒せる説ある。狙ってみましょう。50パー以下にもなってたわけですし、素晴らしいね、倒せますね。50パー以下だったら怖いもんないわ。覚醒無効解除ないわ。困るわそれは。だってこれもあれだぞ、どうせちょっとコンボ組みすぎたらやべ削りすぎちゃったみたいなありそうなんで怖いぞ。で、火力ソースがバインドされていく。熱回復なんて存在はしない。覚醒無効だから大丈夫だよなこれきっと。がっつりコンボしても減りましたってことないよね、そんなに。多少はって感じか。軽減は毎回入れていきましょう。ここが唯一辛いかもしれませんね。どっかで何かをしなければね。 DJ で一応回復を作るとかは可能なんですけど、それもまあたかが知れてるんで、まあこんな時のためにこれがあります。あ、これはメルクリアエンハンスですね。自分が継承してきたものを間違える悲劇。となると圧縮空気玉がいいかな。回復しながら。ありですよね。圧縮空気玉でいきましょう。これで操作時間もわずかながら飲みますし、ちょっと回復に専念したいと思います。で、軽減もできるんですけど、これコンボ吸収タイム開幕しそう。ああああああ。開幕したね。じゃあもうリーチェ使って倒したいよね。そうなったら。リーチェで色出して。なんでジョイラとか持ってこなかったんだろうね、この人は。今思ったけど。これで、まずは倒しておく。めんどくさくなる前に。延長があるうちに。で、どうせここサマソ使えるんで少し時間は稼げますから、まあでもイズイズがおらんとちょっと不安はありますよね。サマソ打ち込んでおく。言ってもまあ回復して軽減すれば耐えれる気はするんですけど、できればそれはしたくないし、体力も半分以下をキープしておきたい。
あと1ターンだったか。ここでじゃあ全力で殴っていきましょうか。いやでもいずいず次溜まるんで、ここでメルクリア使って安全に突破。それでいっか。うん、これで OK でしょう。闇がつながりましたよいしょ。そしてイズイズエンハンスからのゼータが2発使えますので勝ちですかね。ゼータ2発ってもうさ、盤面3色になるんじゃない。よいしょからの、よいしょ、意味なかったし、ただのブレスだったし今の。倒します。水はウェイにしていきましょう。いやー下手くそ、何あの空間まあ降ってきたから結果良かったけど、いやーちょっとね、僕が覚醒無効解除を持ってこなかったのが良くなかったけど、まあそれでも十分強かったね。驚きの強さでした。いや進化前では一番ね、弱くはないんだけど難しいって言われてたゼータさん、この進歩ですよ、素晴らしい。無効貫通があるおかげで非常に周回とかでも使いやすいらしいので、ぜひ引けた方は使ってみてください。結構ね出ます、個人的には。まあ、ライザー狙って、僕ライザーあんま引けませんでしたが、一点狙いじゃなければ意外とこのガチャ動くんで、まあ、モンハン控えてるんで絶対におすすめですとは言えませんが、使いたい方は狙ってみてもいいのかなと思います。ということで以上、ゼータを使ってみた動画でございました。バイバイ。